介します。イエーイ。まずパラダイムトリガーのパックを20パックと、なんだっけ、白銀のアルカナを5パックと、なんだっけ、で、ギャゾンとかコダックとかヌオとか、まあいろんなポケモンのが書いてるデッキシールドと、ピカチュウのなんかおまけね。これ買ってない、おまけ。これとこれおまけでもらいました。裏側はこんな感じになってます。こっちの方がいいか。よし、一回大きい。じゃあね、ヤオハのアクリル草テラスタルのアクリルキーホルダーです。これはオーバポンたち。待って待って。あ、やべ、逆。こうだ。オーバポンたちのなんか飾りイヤリングみたいな。キーホルダーって思えばいい。じゃあ、白銀のアルカナを開けていきます。パラダイムトリガー一回片付けるよ。2ずつだぞ。ほら。乗せて。ティアチア。リュウエ2パック、私3パック開けるんだよ。じゃあまず1パック目。気をつけろよ。私たちが開けたことない新しいパックなんだ。うん。ギアル。マスキッパ。マスキッパ。カプテテフ。ラッシーのモンスターボール、ルージュラー、V ガードエネルギー。一応出しておきます。2パック目のサイズ。あ、これ雑にやるなよ。両親もらうやつなんだから。あれ？これ1個部分だった。両親部屋。待て待て待て、あんまりやりすぎ。おお、ほんとあとちょっと。よいしょ。はい、最後の一つ。あれ、ストライク、ホッコ、振り袖、ボルケニオン、ヤトウモリのモンスターボール、チルタリス。次は私が開けます。1個目。まずこれはナシのモンスターボール、マスボナクね。テールナー、ホイル、ホエルコ、キルリア、こっちの方がいいや。ザシアン、コマタナ、ホエルを、もう一枚あった気がしたけど違ったわ。キルリアすごいね。ここに入ってるんだね。入ってるんだね、リファインのやつ。リファイン。サンナイトデッキ作るとき使えそう。2パック目。必ず2枚キラカードってとこがいいわね。SAR プラスモンスターボールってこともあるかもしれないし、ペラップ、ラブカス、ニャスパー、フリーザー、ミロカドス、ダブルターボエネルギー。うーん、持ってるこれ。でもなかなかいい線いってんじゃない。これは取ったんだね。3パック目、白銀のアルカナの最後。白熱だ。白熱か、白銀だと思ってた。っていうか白銀で紹介してた。白熱だったか。あれ、途中まで白銀で紹介してたっけ。やっぱりわかんない。アイガーディー、キリキザン、ポケモン入れ替え、マリアナイン、ブイ、あ、俺もウィンディー、
ミロガロス。すごいすごい、マギアナスプリン。かわいい。ヘイコップのスパイシー。今はね、今はね、あれだけどね、すごいよ、すごいよ。こういうね、昔では結構当たりだと思う。去年か。当たりじゃないと思う。当たりだよ。だって EX だとまともに出ない。今は EX、今の EX と同じ扱いよ、マギアナ V は。デッキに入るかは知らん。来年にはなくなっちゃうけどね、こいつらも。これも入れといた方がいい。デギ落ちしちゃう。振り袖で可愛いよ。あとそっち側のやつもちょっと紹介しよう。せっかくだから。こっち側のやつ。違う違う、それじゃない。アニメのやつ。これはあれ、アニメポケットモンスターのやつのキャップ、主人公なのかな多分。でそれのキャップのやつです。で裏にはなんかいろいろ書いてます。これ QR コード写したって大丈夫なのかな、知らんけど。でいろいろ書いてます。上の QR コード読み込んでイラストスキャンしたらリコたちと一緒に写真が撮れるみたいです。これくらいもちょっと写ってる。そうだよ、本当だね。ここにステンオがいる、うん、そしてこっちはステンオの、カラーのカードと裏には普通のカード、あ違う、普通のやつ。ポケットモンスターテラスタルベイビューにパルデア地方の四天王が登場。切り取り線に沿って切るとフォトカードとして持ち歩けるよって書いてます。すごいね、キルキラね。よし、はい、では皆さんさようなら、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。次の動画も見てね。バイバイ。